とビズ。財務省が17日に発表した10月の貿易統計によりますと輸出から輸入を差し引いた貿易収支は2兆1623億円の赤字でした15ヶ月連続の赤字で赤字額は比較可能な1979年以降10月としては最大となりました 輸入額は1年前と比べて53.5%増え11兆1638億円輸出額は25.3%増え9兆15億円と輸出入とも1か月の額としては過去最大となりましたが輸入額が輸出額を大きく上回りました。 円相場が10月に一時1ドル152円近くまで下落し10月の平均で145円9銭と1年前に比べて33円以上も円安が進んだことから輸入額が大きく膨らんでいることが背景です。